世界文学史上燦然と輝く日本が生んだ偉大なる恋愛小説、なぜ紫式部は源氏物語を書かねばならなかったのか。ユーガオ、私のこの苦しい思い、ほんの一さじでも受け取ってはくださいませんか。その後源氏はどうなるのか。お命を奪うこととなります。本に恐ろしい女であるな。千年の時を超え、今源氏物語誕生の謎が解き明かされる。式部の筆を止めるのです。源氏物語千年の謎。